社長の高木三四郎 DDT、プロレスリングは、日本のプロレス団体。DDT は旧賞である、ドラマチックドリームチームの略。1997年旗揚げ。2004年4月より、現名称。運営会社は株式会社サイバーファイト。団体名称は、プロレス技である、DDT と同じ略称となるように、プロレスを題材にした。 漫画1.2の三四郎にの主人公が所属しているプロレス団体ドリームチームにドラマティックドラマティックを関したもの。設立当初はドラマチックドリームチームが正式な団体名であった。2004年4月、新法人への移行と合わせて団体名を DDT プロレスリングに解消。現在は 複数の別ブランドや子会社も展開して DDT プロレスリングのグループを構築している。エンターテイメント色が強くプロレス記者の鈴木健によりこのスタイルを文化系プロレスと名付けられた。元代表の一宮昭一は小さな WWE と表現したことがある。小規模会場やライブハウスで 定期的な工業を開催してエンターテイメント色を大胆に打ち出すことによって支持を拡大。こういったスタイルは以降に設立されたプロレス団体がこぞって追随している。年に数回地方遠征も開催している。高木の社長就任以降は両国国技館、日本武道館、埼玉スーパーアリーナ、大阪府立体育会館第一競技場などで ビッグマッチも開いている。2005年から2008年まで、東京都足立区入谷に道場を構えて、道場で試合を定期的に行っていたが諸事情により、道場を手放したため新規バファーストリングなど、外部の施設を借りて、練習を行っていた。2014年12月17日、それまでレンタルという形で使用していた、竹芝コロシアムを、 プロレスリングゼロ一とスターダムでシェアする形で使用することを発表を。2018年4月、板橋区に道場を開設。2019年3月、文京区お茶の水に道場を移転。2021年に参戦した選手のみ、飲食事業部門。2016年10月23日、運営会社を株式会社予備スコから株式会社 DDT フーズへ。 社名変更し、クドが代表取締役社長に就任することを発表。2020年9月1日に株式会社 DDT、プロレスリング、ノアグローバルエンタテインメント株式会社、株式会社 DDT フーズの3社が経営統合し、株式会社サイバーファイトを設立。開店中の店閉店した店ストレッチ専門店、 2012年から2018年まで DDT の関連部門として運営。DDT グループの選手及びスタッフの芸能活動の窓口として芸能部を設けた。2009年10月、株式会社 STF を設立し、代表取締役は島田新一郎が務めた。その後、DDT の内部組織として統合された。2008年、 男ィーノが、プロレススーパースター列伝の作画担当の原田、国地下に、直談判したことで、同人誌の制作が決まる。前作の風刺を忠実に所属選手が描かれている。同人誌として、販売のため DDT の試合会場、通信販売、コミックマーケットなどの同人誌即売会場での、販売となる。発行元はファンタジスタ。ありがとうございます。